ラーメーシュワラムは、インド南部のタミルナード州ラーマナータプラム県の都市で、ある。ラーメーシュワラムとも呼ばれる。この地は、古代インドの女ジ,ジシ、ラーマアヤナにおいて、ラーマ王子がラーバナにさらわれた、ツマシーターを助けにランカー島へ渡る際に橋を架けた、場所、とされている。14世紀初頭、ハルジー城の遠征軍を率いていた武将。 マリクカー・フールがラ・アーメイ・シュワラムにまで到達し、彼は、遠征における勝リと、君主・アラー・ウッディン・ハルジーを称えるため、モスクを建てたという。1520年までには、ビジャヤ・ナガル王国の支配下となり、その後は、マドライ・ナー・やカーサ、カルナータカ大使などに支配が移り、1795年に、最終的に、イギリス東インド会社の支配下となった。 1994年により、ラーメーシュワラムには、基礎自治体が置かれている。パーンバン島周辺の地図タミルナール州南東のラーマナータプラム県のさらに南東部、大陸上ではなく、沖合に2トルほど離れたパーンバン島に位置している。パーンバン島は、マンナール湾に突き出た半島の先端部に位置しており、そのさらに沖合約5 0トルには、 隣国スリランカのマンナール島が存在する。パーンバン島はラーメーシュワラム島とも呼ばれており、インド本土とはパーンバン橋で接続されている。ラーメーシュワラムは、チェンナイやマジライからの鉄道路線の終端の一つでも、ある。ラーメーシュワラムは、スリランカに最も近い都市であり、地形的にもアダムスブリッジと呼ばれるインドとスリランカを結ぶ浅瀬により結ばれている。 そのため町は越境した漁師へのスリランカ海軍の攻撃、大型船のための春節計画、カッチャティーブの領有権問題、スリランカ内戦によるタミル人難民といった話題で取り上げられてきた。地域は53平方キロメートルで2001年時点、の人口は37,968人。観光業と漁業が主要産業である。ラーメーシュワラムは、 インドにおけるヒンドゥー教の聖地の一つであり、チャールダームにおける四巡礼地の一つである。町の中心部には、芝神を建て祭る、ラーマナータスワーミー寺院ーがあり、ラーメーシュワラムはシワ派、ビシュヌ派の双方において巡礼地となっている。ありがとうございます。